ボーイズの平均顔なんですけど、誰に一番近いと思いますか、これ。モモポコもあるし、サナポコもあるし、ジヒョ？ジヒョ？ジヒョに一番近いか？ないよ？ジヒョ？あ、ジヒョ？二人ともジヒョって言うから、ジヒョなのかね？ジヒョかな？これ、レッドベルベットなんですけど、これは完全にもうアイリンにしか見えないですよ、私は。アイリンっていう人がいるんですけど、その人は美女面なんですね。で、めちゃくちゃアイリンっぽくて、スルギなくなってますね。なんかスルギ見えなくなってますね。正直スルギの顔見えない。これはブラックピンクですけど、いやーこれ難しいな。もうなんかジェニかロゼかの両方見える。なんかでここはジス見えなくなってるし、ロゼもあ、なんかジスとリサ見えなくなってるのかな。なんかこれ一部もうめっちゃ難しいですね。なんかジェニって言えばジェニっぽく見えるし、ロゼって言えばロゼっぽく見えるし、両方見えるな。あーエクソだいぶ難しいね。これも、これ、誰なのかな？カイが一番近いのかな？一番近いのはカイっぽいですね。正直、私は。エクソ正直無理だ。エクソ正直無理だ。なんか、一番びっくりしたのはこのボーダーシャイドの平均カマなんですね。これ、びっくりすると思わないですか？こんな、めちゃくちゃかっこよくないですか？これ、この顔。まあ、ジンに一番近いけど、いや、なんか、もう信じられないほどかっこよくないですか、この顔。なんか、えって思いましたね。BTS って平均顔そんなにかっこよくないというイメージ勝手にあったんですけどね。なんか、ビジュメンがちゃんとあって、まあ、でなんか、ラップモンスターとか実力メンバーもいて、まあ、かっこよくないというわけじゃないけど、正直なんか、ビジュメンとはちょっと言い難いというメンバーもいてみたいな。だけど、あ、ほんまにもうこういう人いたら、めちゃくちゃ夢になると思います。もうびっくりするくらいなんかかっこいいんですね。まあ、ジンに一番近いけど、びっくりするぐらいかっこいいんですね。BTS。セブンティーンは完全に、これ、オヌにしか見えないんですね。私は。オヌか、オヌにしか見えないな。オヌですね、完全に。いや、一般人か、そんな、ダメですよ。一般人か。いや、一般人そんな、こんな人いないです。いないね。例えばさ、なんか、道歩いてた時に、こんな顔の人はすれ違ったらね、振り向くと思います。こう、見て、お、なんかめっちゃかっこいいな、この人みたいな。男の人も、めちゃくちゃかっこいい人は、もう一回見るんですよ。びっくりして、振り向いてするんですね。で、韓国ではそういう話もあるんですよ。なんか、男の人が振り向く人は、めちゃくちゃイケメンだというね。男の人だからね、そうなるけど、男の人はよっぽどかっこよくない限り振り向かないですよ。でも、この顔、なんか、道で見て、なんか、街通りで見てたらね、振り向くと思いますよ。すれ違ったら、こう見て。ワナワンももう誰なのかわからない顔になってますね。誰なのかな？これ、誰なのかな？これも、エクソみたいにもう、激ムズですね。これ誰だと思いますか？これ、ほんまにもう、特定できない。もう、誰なんや、これ。うん。ジフン？あ、ジフンかな？これジフンかな？あ、でもジフン、これよりはジフンの方がかっこいい気がします。なんかね。これがテヨンなんですね。あ、これはテヨンじゃない。何言うてん。これが NCT の平均顔なんですね。SM の顎だな。確かに。なんか、ザ・ SM って感じですね。この顔は、テヨン。あ、テヨンじゃない、テヨンじゃない。なんか分からんけど、テヨンっぽく見えてる。この人、あ、これはテヨンだと思ってる。もう。あれなんですよね。多分、SM ってこういう顔好きなんですよね。なんていうかね。なんか、テヨンの顔最初見た時に、私、なんか、ジェジュンだと思いました、ほぼ。なんか、あれ、ジェジュンとめっちゃ似てないと思って。で、なんでかというと、なんか多分、SM が一番求める顔、ジェジュンが一番センターだったから、東方神起の中でも、ちょっと今は、年取って顔変わってるけど、こういう顔ね。こういう顔が、SM の一番好きな顔なのかな。で、これと、これ、あ、こう見たら、あ、似てるな。ちょっと似てなくないですか？この二人。もうめっちゃ似てると思うんですよね。まあ、区別できないほど似てるわけではないけど、イスマンが拍手する顔なんですよ。多分、イスマンこういう顔が好きなんですよ、多分。そうなんですね。もうめっちゃかっこいいと思うな。